王山ウ王は、遊尾木、王山昭王か王山ウ王族に分類される、有尾類である。別名ハンザキ。日本列島南西部における固有種である。和歌山県の個体群は、過去に人移入された個体に由来していると考えられている。青森県から鹿児島県にかけて、捕獲例はあるが、誤認された中国王山ウ王も含め人移入と考えられている。また、 京都市域における外来種によるオオサンショウウオの遺伝子汚染の実態調査により、鴨川では在来種は絶滅した可能性があり、別水系の上桂川でも雑誌化が進行していることが確認された。オオサンショウウオの遺伝的汚染は予想以上に進行しており、何らかの方法で純粋な日本産を隔離保全していくことが早急に必要だとの報告書も存在する。 種商名ジャポーニカスは日本語の,の意味。最大で全長150センチメートルにまで育つ。ただし、野生個体では全長100センチメートルに達することは極めて稀で、一般には全長50センチメートルから70センチメートル程度。皮膚は無数の小さなイボ状で覆われる。体側面や獅子の後部ではだ状に皮膚が伸長する。 背面の色彩は暗褐色で不規則な黒い反紋が入る。上岳中央部に並ぶ葉の列は浅い葉、地上。卵は直径0.5から0.8センチメートルで黄色い。同族の中国王三小魚は粉炭が扁平。黒色藩が大型で独立する。イボが2個ずつ並ぶことなどで区別できるとされるが、主観雑種では識別は困難とされる。 完全水性であり、主に標高400メートルから600メートルにある河川の上流域に生息する。ただし、河川の中流や下流でも見られることがあり、市街地近くや水田の水路に生息していたことも観察されており、例えば、兵庫県北部を流れる伊豆市川下流での護岸工事の時に400匹以上が見つかった。夜行性で、昼間は水辺に掘った巣穴などで休む。 貪欲であり、水中で遭遇した動物に襲いかかり、魚類、サワガニなどを食べるほか、ヘビ類や川ネズミを食べた例もある。さらには、とも食いすることまである。繁殖様式は乱生。オスは6から7月に川辺に横穴を掘り、産卵層を作る。産卵層は毎年、同じ場所を利用することが多く、岩の隙間を産卵層にすることもある。 オスの大型個体は産卵層に他のオスが侵入すると争うが、メスの産卵後に周囲にいる複数のオスが侵入することもある。8月下旬から9月にオスが産卵層にメスを誘い、400から500個の数状の卵を産む。卵は約50日で孵化する。オスは孵化するまで保護する。妖精は生後4から5年で変態し、妖体になる。生後5年で、 生成熟すると考えられている。寿命は野生下でも10年以上とされ、飼育下では51年の生存例がある。以前は食用とされることもあった。河川改修やダム、園庭建設による生息地の破壊、近畿地方の一部では人為的に移入された中国王山省王との競合、遺伝子汚染などにより生息数は減少している。食用の捕獲、 最終は天然記念物に指定されているため原則的に行われていないと考えられているが食用に密漁されている可能性もある。日本では1927年に藁村の藁川及び支流域、川上村と中華村、八塚村、湯原町、院内町という不倫町がそれぞれ大山サン生息地として国の天然記念物1951年に 種として国の天然記念物1952年に特別天然記念物に指定されている。絶滅危惧種類京都府の鴨川において食用として人為的に持ち込まれた中国王山椒魚が野生化しており、在来の王山椒魚との交雑が問題になっている。近年の調査では鴨川での調査によって捕獲された111匹の王山椒魚のうち 13%が中国王三省ウオ、44%が雑種であるという結果が出ている。しかし、中国王三省ウオも IUCN レッドリストの絶滅寸前、ワシントン条約附属書愛に記載、種の保存法の国際気象や生動植物種に指定全種としてされており、法令等により保護されている。そのため、単純に外来種として処理できず、問題が 複雑化している。山椒魚の名の由来は、一説に山椒のような香りを発することによるという、平安時代以前からの故障に、恥かみよがあり、これもすなわち山椒魚の意である。また、半咲きの意象があり、引用されることも多い。由来として、体を半分に裂いても生きていそうな動物だから、体が半分に裂けているような大きな口の動物だからなどとも言われ、 疑問を付きながらこうした説を載せている辞書などもあるが、信頼できる古文献の類は、現在のところ知られていない。他に、はじかみはみ咲き、はん咲きのように変化したとする説や、太表の模様が花柄のようにも見えることから、花咲きから点火した、といった説もあるが、これらについても現在のところ裏付けは乏しい。王は、特別天然記念物であり、捕獲して、 食利用することは禁じられているが、特別天然記念物の指定を受けるまでは、貴重なタンパク源として、食用としていた地域も多い。北王子ロサン山人の著作、ロサン山人味道によると、さばいた際に強い山椒の香りが家中に立ち込めたと、いい、ロサン山人は、これが山椒魚の語源ではないかと推測している。最初は硬かったが、数時間煮続けると柔らかくなり、 香りも抜けて、非常に美味であったという。また、白土三平、カムイ外伝でも、食用とする場面が見られ、半分にしても生きている。半ザキと説明されている。ありがとうございます。